どうも、こんにちは。今回でまたデトロイトビカムヒューマン続きやっていこうかなと思います。で、これはカールか？ ごめん、全然、そこんないきなり始まると思ってなかった。ごめん。前回なんか普通にシリーズ終わってさ、やめたからさ、シリーズ普通にやめたからさ、新しいカットから始まることに予期してなくて、ビビってるわ、今。急すぎて、さっきまであれだったのに、さっきまでね、これ、カーラといえばもう遊園地のイメージだったからさ。ああ、こっちか。オッケー。こっちか。これ操作も慣れてないんだよな、また。マジで俺1週間ぐらい空けてんのよ、毎回毎回。1回にその2本ぐらい取ってさ。もういるじゃん。これほんと信用できる人かな。怖いんだけど。あ、でもなんもないでも、ここら辺、なんか。怪しい感じじゃないよね。普通に街だよね。お。すみません、こちらにローズさんはいらっしゃいますか？怖くない？何の用だ？何？話がしたいんです。それは無理だ。帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。ローズさん？優しそう。どんなご用かいしや、ら。優しそう。やばい。助けてくれると聞いて。優しそう。助ける？来なさい。ローズさん、あなた信じていい中のでか話しな？ましょローズさん信じていいのかな？まあ優しそうだけど、優しそうなおばちゃんだけど、普通に。怖いなぁ、お前。何？何？信用して平気か？いや、信用するよ。するしかない。まあでも、言ってもだってほら、あれじゃん。もうだってさ、2回やられてんだから。2回ね、2回やられてんだから。具合は？寒いよ、カーラ。おア家リの中でス、温まろうね。アリスかわいい。ごめん。これはね、あくまでね、娘としてね、娘として。こんななんか俺が言ったらちょっとあれだけど、あくまでね。いやー、ちょっとこれともさ、2回騙されてんだから、そろそろ大丈夫でしょう。言っても。とんでもない DV 男と、どそんのな後感じね、か。アリス。ママ。平熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。いや、これは。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。そのアダムがちょっとあれだよね。なんか、ちょっとね、あんまいいようには見て、思ってない感じするよね。さっきから。いや、でもこれいけると思うんだよな。グランドマーザー。グランドマーザー、これいけるでしょ。これだってもう、これは、何、どこ行くの？あー、ついていくの？アダムについていく。アリス寝かしつける。オッケー。この家はいい感じじゃん。クリスマスツリーなんて飾らないよ。DV なとこの家庭はクリスマスツリーなんて飾らないから。クリスマスツリーは大丈夫でしょ。普通に家っぽいしな。てか、アダムが人間じゃないんじゃないか。ワンちゃんもしかしたら。失礼するよ。行くわよ、アリス。アリス。アリス。アリス、行くわよ。普通にいい部屋じゃん。何これ。あー、ごめんごめん、そういうことか。普通にいい部屋じゃん。アリス？大丈夫？アリス？靴を脱がす。まあ、優しいよな。ごめん、まあ、いや、自分で脱げよってちょっと正直思っちゃった。ごめん。大丈夫？あ、そんな脱ぐ？そんな脱がなくてもよくない？そんな脱がなくても。あ、でも、濡れてるか、上着は。スーパーフライだな、やっぱよ。大丈夫？アリス、あ私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。ー。私のせいで遅くなるのは嫌。あ、まだ違うんだ。まだ、助けてくれる家じゃないんだ。これっ元て。気になったら明日出発よ。
なんで人間は意地悪なの？アリスやめて。してないのに。アリス。まあ複雑な事情って言いたいよ。とても複雑なの。そうよくまとめた。理解できないことをするのよ。そうなんだよ。話するだけじゃダメなの。きっと分かってもらえるよ。楽観的に正直に悲観的に。いやこれ相手子供だからちょっと楽観的に行こう。きっとそのうち分かってもらえる。アリス。ママ。分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。ママ。食べればすぐ元気になるはず。これ絶対いい人だろ。ローズさん。これは選択しておくわね。この感じは優しいもん。母ちゃんだもん。みんなの母ちゃんだもん。食事を進める。食事食べようか。食べないと。家を出てから食べてないでしょ。食べれる？食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。だってお休みのキスしたらって寝ることになっちゃうもん。ゆっくり休めば。パパ。パパちょっとパパ声かけてんじゃん。ちょっとパパもう優しいパパだなお前。本当に泣ける。優しい。マジで優しすぎるだろう。なんだっけこいつ名前名前なんだっけ。これさ名前とか確認できんのかな今やってるの。なんだっけ名前。さっき出たもんな。なんか、中立っつって。何そこのアングル怖くない。何そのアングル。何そこ焦点合わせんの。怖くない。ああ、そこにいるのか。いや、普通にいい家だな。え、これでもさ、国境を越えるってことはまだカーラです。は、かぶった。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座ってカーラ。なんかカーラの服おしゃれじゃない。なんかめっちゃおしゃれなんだけど。なんかどこでもらったのそれ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの。ああそうっすね。ちゃんと言わないと。真実よ。父親が虐待を殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。いいじゃん。犠牲にしてもあの子を救わなきゃ。まあ、その真実いいわ。守るためにカーラ逃げ出したんです。いやこれはいい子だよ。そうだったの。正直に言ってよかったな。まあ、まず感謝しよう。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたらできる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。ママ聞いてみようか。大勢助けてきたんですか。ここ2、3週間だけでも驚くくらい。あ、こいつも変異体。相手は分かんないな。息子っつったもんな。まるで何かが起ころうとしてるみたいに。あー助けてるんだ。国境越えを手伝っていると聞きました。あ、気表情が。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる、うん、とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいで。ああやりましたマーカスで。はいはいはい。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。何この何この二つ。ずっと隠れているわけにも。まあまあそうなっちゃうよな。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。いやでもいい人だもんこのローズさん。国境を越えないと何があろう。いやいや、いい人だもん。ごめんって、ローズさん。お願い。切れないで、ローズさん。ローズ、来てちょうだい。いっぱいいるな。いっぱいいる。あいつもアンドロイドか。どうした、どうした。どうした。状況確かめる。何、どうした。なんで俺もついていくの。なんで俺もついていくの。いっぱいいんの、変異体が。ん？あ、みんな変異体これ。どうしたの。メアリーがシャットダウンしたんだ。そんな。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて。ああ。
愛してた。ああ、何よりも愛してたんだ。恋が生まれてる。これからどうすればいい？ローズさん。なんか傷ついてない？でもあのこれあれか、来る前に付いてたやつか。そっとしておきましょう。あ、でもあれ何書いてる、あそこアリス？アリス？どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。見るなアリス、見るな。待つ待つって待つって、ちょっと行こうじゃん。パパも来てくれたんだ。いやー悲しいな。シャットダウンのでも条件を知っとかないとまずくない？でかっ、でかお前。どうしたか？いえ平気よ。カーラ、おいおい、おい、カーラ、おい、お前まさか、まさかお前もシャットダウンが近いんじゃないか。お前やめてくれや。カーラ、カーラやめて。あー、そっか、マーカスの生命かってことか。分かってるのか、刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。あ、見れる見れる、ずっと見れるわ。もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。ローズ、父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなって真っ平だ。まあでもそれは確かに。もうやめて。ママ。ママ。いやーごめんて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が。カーラ大丈夫かな。特にね。ローズさん。でも悪い子じゃないのよ。いやー素晴らしい人だなこれは。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？ローズさんごめんて。そんなストレスが溜まってる状態で我々にも。そんなご支援いただけるなんて。ローズさん、ローズさん、なんかあるよ。ああ、雑誌か。よしよし、読もうや。ああ読もうや。いやー複雑だな。勝つのはどっち、どの国か。第三次世界大戦、ボーナス制度、銀行家が後年主なわけ。ウォーレン大統領とサイバーライフの近すぎる関係。勝つのはどの国か。もしも北極圏での戦争が現実のものとなったらどの国が勝つのだろうか。北極圏に面する土地は少ないが、アメリカには多くの同盟国がある。一方ロシアは氷点下で動作するアンドロイドの開発で殺菌している。アメリカ海軍は海戦用にカスタマイズされたサイバーライフ製トロイメアおよびミルミドの部隊を保有し、ロシアは固い氷に新たな道を開くことができるアイスカッター部隊に多額の投資をしてきた。両軍の実力は伯仲しているが、世界領土紛争会議の議長であるハリー・グレイントン氏は、北極圏をめぐるアメリカとロシアの双方の主張を希薄な根拠と不信の賜物と批判している。国連議長のダグラス・コーンウェル氏もまた、接戦状態の北極圏について次のようにコメントした。両軍が完全に互角なのは、今の状態を考えると何としても衝突を回避することがますます重要だと言えます。この戦いに勝者など存在しないのです。いいね。あ、違う。何？裏は。おお、カーラ。え、人気途中の火事鉄だ、アンドロイド。絶好チャンス、AX400、今ならたったの800ドル。カーラじゃーん。なんか単発になれたから、このカーラもなんかに、あれだな、今のが似合ってるように見えちゃうわ。なんか、大丈夫かな、カーラ。めっちゃある。見れるとこめっちゃあるじゃん。カーラ大丈夫かな。
ス、どうしたのかしら。カーナ、話しておきたいことがある。何？アリスのことだ。後にして。え、これ一発目に話しかけたらやばかったかな。警察だ、警察が来た。ちょっと待って、それミスってない？これ変異体の痕跡ってどういうこと？これ大丈夫か？これちょっと待って、これだって変異体の痕跡を見つける残り3であるもんな。どうしたらいい？一旦仕掛けようか。全部バレちまう。あ、証拠そう。ドアを開けないと。待って。あーなるほど。ちょっと待ってくれ。だったら2階か。行っただろ。急いでルーサー、アリスを連れて。キッチン。キッチンに。行こうアリス。キッチン大丈夫かな。違う。44秒。あ、あった、なんかあった。止まって、時。これあれかな、1階になるな。だったら1階になるぞ。1階になる、どっかある。あ、これ靴じゃない？違う。やばい。あ、でもなんかある。安心させ、行った。落ち着いて、アダム。何も心配することない。俺が言えることじゃないけどな。俺が言えることじゃないだろう。少なくとも俺らのせいでアダムがテンパってんだから。どこにある。痕跡。どこ。やばい。閉める。ん？これ全部じゃない？1って。やばい。あそこの扉閉めるわ。待って、あそこ閉めさせて。いや、違う、今行けたって、違う、じゃあやり直させて、カーラ違うって、カーラ。お邪魔してすみません。いや、閉めれたって、今閉めれた、やり直させてください。変異体の事件が多いでしょう。やり直させて。いくつか質問いいですか？入っても？もちろん。いや、閉めたのに。こんばんは。いや、間に合ったって今。もうやり直させてくださいよ。お願いしますよ、警部さん。コーヒー入れましょうか？ぜひ。あ、何か変わったことはありませんか？突然の閉めようって。閉めようって。閉めろよ。カーラ。先にコーヒー入れるか。じゃあ閉館にいたからです。いや、ちょっと誰もいないですよ。2人だけです。お宅にアンドロイドはいますか？いえ、別にいるわけないじゃん。いるわけないじゃん。じゃあコーヒー入れますね。いい、進めって。カーラ、突っかえてる。カーラって。は？前に進めないんだけど。コーヒー入れますよ、コーヒー。コーヒー入れますよ、コーヒー。いや、今閉めれたな、扉。がっつり開いてたもん。いたし、普通にいたし、さっきチラッと覗いたら。どこだ？どこにあんの、痕跡。ある程度見たけどな。どこだ？ここでしょ？なんで出てんじゃん。どう？表示出てんじゃん。なんで？コップでかっ。
オッケー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 。あ、イベントが誘発したんだ。アンドロイドがいたらこの席隠したか、これ。かそんな甘くないでしょ。どうしたどうした。疑われないようにするだけだよね、残り。どうしたどうした、元気っすか皆さん。ちょっと警察さん話しましょうよ、ちょっと。お、すげえ、ちゃんとカメラ収まってる。君の名前は？あ、アダム。うん、アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アダム、あ、アンドロイドが疲れてるんです。一日中庭で作業してて。もうアダム、もう寒いから。何か情報はあるかな、見かけたことは。いえ、アダム頑張れ。見たことはありません。アダム頑張れ。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おやすみなさい。あっす、え、大丈夫大丈夫かな、これ大丈夫。バカ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 。風です、風、風。かわいい。窓を開けっぱなしにしちゃったのね。それじゃあお邪魔しました、失礼します。これ犬じゃない、犬だったら見せてくださいよって言われるかもしれないから。レトリバー飼ってるんですかって、慣れちゃうから。風って言わないと、そこは。やっぱ犬だったらさ、見せてください言われるから。外になんかないの。帰ったな。大丈夫よアリス。あんな雑魚ないけどね、操作多分。あんな雑魚ない、操作あんな雑魚ないよ。普通もっとしっかり操作するよ多分。出発する準備を。早い。今夜出ましょう姉さん、ママ。夜行列車、いいね。隠蔽、はい、来ました。警官の相手をする。立ち去った。これ立ち去らないのもあるんだな。警官をうまく騙す。よかった。いい感じに隠せて。2回でもよかったのかな。いや、キッチン。いいな、謎のキッチン。謎のキッチン選択したけど。まあまあまあ、いいや。誰？どうしようかな、一旦切ろうかな、多分。話題になっているぞ。あ、一旦切ればよかったかな。目的は果たせたな。脅迫だと思われてしまったみたいだな。あれでよかったのよ、うん、人間は言葉だけじゃ理解しないの。暴力じゃ解決できない、対立したって意味がないんだよ。注目を浴びた以上やばいよね。世論に影響するだろうな。てかこんな拠点なんか綺麗だっけ。ジェリコに押し寄せてきてる。少なくとも希望は与えられた。うん。殺人は計画になかっただろう。やつらだってアンドロイドを毎日殺してるじゃないの。だからって殺していいわけじゃない。あの選択やばかったのかな、じゃあ。撃ったの。殺したって自由になれない。憎しみを生むだけだ。そんなに人間が好きなの？人間の命の方が大事だって言うわ。自由を手に入れたいからって。人殺しをするなんてやつらと同類だ。もうやめろ。いや、俺撃たなかったらよかったかな、じゃあ。歌うのが良かったか。どうするつもり？何？あ、セーブした。じゃあやめるか、ここで一旦。多分25分ぐらい。びっくりした。ウィールドユアフーチャー。にあるサイバーライクの店は5つ。仲間が商品として売られている。うん。これから店を襲って仲間を解放し。そんな露骨にやる？バカじゃないの。そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする。警察もいるだろう。5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。オッケー、殺しなしで。オッケーオッケーオッケー。来る前に店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。かっこいい。かっこいいけど、ちょっとここら辺で一旦切るわ。多分25分ぐらいやってんじゃないかな、多分。だからちょっと一旦切るわ。じゃあ、あざした。